テスラの店です。これモデル3ですか。上海で作ってるのが27万1550元、27万ということは400万ちょいぐらいですか。これですかね、モデル3。多分そうですね。これですね。なんか iPad のでかいやつが運転席の横にありますね。これ書いてますね、455キロ、モデル3で標準版455キロ走って100キロまでの加速が 5.6 秒。はあ、モデル3のこれ、もうちょっといいやつが668キロ。これってバッテリーが違うんですかね。まさかソフトが違って、ソフトでリミッターかけてるってことないっすよね。こっち 5.3 秒。モデル3の高級版、これは530キロ。まあちょっとでも距離は短いですよ。ただし加速が 3.4 秒。こっちは 5.3 秒。めちゃくちゃ速いです。ああ、これ充電の場所ですか、上海周辺の。まあ、充電できないと困りますからね。これはスーパーチャージャーですか。こんだけあると上海周辺で感じですよね。家庭用のこれが8000元です。これがモデル3か。フォードアのあれなんですね。 iPad みたいなアップやってますね。こっちもこれもモデル3同じですか。色が違う。なんかアップルストアみたいな感じですね。これは車の色が選べるんですね。色と内装の座席です。インテリアも一応木目とか選べるんですね。なんか選べる。これ動かないですね。アップのコンピューターが置いてますね。モデル3、まあ、これ一番力入れてるでしょうね。上海で作って上海で売るので。こっちはまた違う形ですね。これは何なんですか。これがモデル X ですか。まああれですね、なんか中上海ナンバープレート8万元ぐらいするんですけど、8万元というと 100万ちょいですね。120-130万ナンバープレート買うだけでするんですけど、EV だと緑の環境ナンバープレートなんで、まあ、すぐ発行されるみたいですね。買わなくても、あ、買わなくてもというかすごい普通の値段でいけるみたいですね。みんなナンバープレート取るのに苦労しますからね。そう考えると車がこれ27万元で
まあ、8万元分ナンバープレートないと思ったら実質20万元ぐらいか、まあ、300万ちょい、まあ、そう考えたら安いっすよね。ただまあ充電できる場所があればいいですけど、あとこれはアリババのアリペイで借りるレンタルの傘ですね。そんなんあるんですね。まあ、これでも2万7000元の頭金で27万元ぐらいの買えるんですね。まあ、レバレッジ10倍というところですね。ここはちょっと小さい店ですね。他のとこもっとでかいですね。でも上海にこれ本当テスラの店何軒あるんかっていうぐらい至る所にありますけどね。ここはあの中山公園、ジョンシャン公園というまあターミナル駅ですね。そこに地下鉄3本通ってる、そこの駅から歩いてすぐのショッピングモールの中のこれテスラの店ですね。あ、そうそう、あれも緑のナンバープレートですね。あれテスラじゃないけど、こっちは普通の青で向こうが緑のナンバープレートですね。まあ、中国 EV にかなり力入れてるんで、世界で売れてる EV の 50% は中国で売ってるみたいですね。というわけでテスラでした。